眼科医の平松です。今日は緑内障の人やブドウ膜炎の人に知ってもらいたい炎症を避ける生活ということについてお話ししようと思います。今日のお話を聞いていただけると普段の日常の生活の中で炎症を起こさないとか自分の体が悪くしないような生活について知れんで最後まで聞いていただければと思います。ということでまず最初に結論をお話してしまうと炎症っていうのを作り出すものとしてはやっぱりその血流が良すぎても良くないんですよねっていう問題点と、もう一つは食事とかっていう生活があります。で、炎症が良すぎては良くないっていうことをもうちょっと分解してお話しすると、例えば過度の飲酒、過度の運動とか、まあ、これは炎症を助長してしまうっていうふうに言われています。もう一つが食事面で言うと、まあ、特にですね、オメガ3系脂肪酸、オメガ6系脂肪酸とかって言うんですけど、まあ、簡単に言うと質の良い油と悪い油、このバランスによって炎症が起きやすいと言われていますので、この2つについて大きく分けてお話ししようと思います。じゃあ、1個目の、まあ、過度な、まあ、いわゆるこう血流増加を避ける。あれ？緑内障の場合って血流いいといいんじゃないの？とか、仮に目が炎症があったとしても、血の巡りがいい方が病気って治りやすいんじゃないの？っていうふうに普通思うと思います。確かに、一般的には血流がいいってことは、まあ、まあ悪いことじゃないんですよ。ただし、物には何て言うかな、限度というものがありまして、まあ、よく血液サラサラいいよっていうじゃないですか。で、例えば我々が処方するお薬として、まあ、血液がサラサラになるような点滴だとか、まあ、飲み薬とかってあったりするんですよね。で、そういうのを出してると患者さんとすると、あ、じゃあもうこれで、すっきり爽やか、私は血液サラサラいいなって思うかもしれないけど、医者側としては血液サラサラにしすぎるお薬を出すと、ちょっと心配なことがあるんです。それは、血が止まりにくくなるとかってことなんですね。要はサラサラにするっていうことは血液が止まりにくい、ね、出血した場合止まりにくいってデメリットもあるんです。血流がいいっていうのは流れとしていいんだけども、今まさに炎症が起きちゃって、まあ、例えば腕が腫れてるとか、お腹が腫れてるとか、まあ目もそうですけどね、腫れが起きてる時に血流を起きてしまうと良くないんですよ。だからよく私、目を温めるのはいいですよって表現してますけれども、まぶたが腫れてる時や痒い時は避けてくださいってお話ししてると思います。これはなんでかっていうと、確かにね、こうやって手こすってカップ状にして温めるとか、温かいタオルで温めるとか、まあね、市販のものを使って温めるっていうことはいいことなんですけれども、腫れてたりとか、まあ、充血ひどいとか、お薬の副作用でっていう場合はしょうがないですけどもね、いわゆるこう充血がひどい時とかは、まあ、逆に悪くなってしまうんで、まあ、やめましょうってことです。で、まあ、もちろんね、温めるってこともそうですけれども、あとは、運動が過度になると良くない。もちろん炎症があるからといってあらゆる運動をやめましょうとか動くのやめましょうとか、そんなことは言わないわけです。そうじゃなくて、まあ、例えば、運動するにしても有酸素運動って確かに効果的ではあるんだけれども、じゃあそれがもう何十キロも毎日走ってると体にいいかって言われると、それは違うんですよね。何十キロも毎日毎日走ってしまえば、それは体の節々も悪くなるし、そこを治そうとして、まあ、炎症物質っていうのが出てきて、そこをなんか修復しようとすると。それいいことですけど、それがいろんな体中に起きてしまうと、いろんなこう悪い方向性に炎症がいってしまう、ね。炎症ってね、ある程度起き出すと、本当ドミノ倒しのようにバン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 炎症って起きちゃうことがあるんですよ。なので、まあ、例えばブドウ膜炎、目の炎症があるだとか、まあ、緑内障の場合は炎症がそんなに強くなることはあまりないんだけれども、まあ、炎症が出ちゃうタイプの人もいて、まあ、要はブドウ膜炎症の緑内障とか、まあ、糖尿病性の緑内障も一応その一種になってきますよ。とかの、まあ、炎症が出るタイプの人の場合は、まあ、ちょっと気をつけていただけるといいかなっていうふうに思いますね。あとは、手術後。緑内障とかの手術後、レーザー後の早期ですね。1年経ったとかになるとあんま関係ないんですけど、まあ、早期の場合は、まあ、比較的、白内障手術後とかね、気をつけていただいた方がいいかなっていうふうに思います。で、食事。これはですね、もう、炎症が今あるかどうかに関わらず気をつけてほしいことなんです。これは、もう、
炎症があるタイプの緑内障であろうとそうでなかろうと言えることなんですけども、オメガ3系脂肪酸、まあ よく言ういい油ってやつと、オメガ6系脂肪酸、よく言う悪い油、まあ実際ね、いい油悪い油っていうのがあるわけではなくて、現代の私たちの生活上どうしても、まあ、てんやもんであるとか、まあ、いわゆるこうポテトチップであるとか、ハンバーガーであるとかね、ああいうフライドポテトであるとか、まあ、ああいうのつい食べてしまうわけじゃないですか、ね、私もこうは言ってるけど、まあ、食べることあるわけですよ。ってなってしまうと、まあ、そういう油が増えてしまうと。一方で、まあ、いわゆるこうアマニオイルであるとか、まあ、オリーブオイルも一部そうなのかなとかっていう感じの、まあ、ある程度質のいい油であると、このバランスが重要なんですよ。バランスってどういうことかっていうと、よく、まあ、テレビとかで、アマニ油がいいです、なんとか油がいいです、とかっていうと、それを取ればいいって思う人がいるんですけど、それはね、どちらかというと厳しいんですよね。つまり、油を追加するったって、そんなね、オイルをガブ飲みすることってないわけなので、結局、悪い油を減らすことの方が重要なんですよ。うん。これ結構勘違いされがちなんだけど、何々オイルがいいみたいのって、まあ、テレビでよくやるわけだけれども、例えばじゃあ、ポテトチップ食べないようにしましょうとか、いわゆるこう、ハンバーガー食べないようにしましょうとか、まあ、テレビとかで言いづらいわけですよね。まあ、当たり前だけどテレビの大スポンサーなわけなので。ってなってくると、どうしてもこのいい方ばっかり言うので、じゃあこのオイルを取ればいいんだ、まあ、サラダにちょっとかけてとか、なんかスープにちょっとつけてみたいな。でもそんなんで取れるの大した量じゃないわけで、悪い方を減らすっていうことが重要になってきます。で、この油のバランスっていうのは実際炎症だけではないと言われていて、心の安定性、まあ要はうつ傾向とかね、まあそういうものにも重要だっていうふうに言われています。つまり気分が落ち込んでしまうとか、まあやる気が出なくなってしまうとか、まあそういうことにも、まあいわゆるこう油のバランスが関係してくる。なんでそんなものが関係するのって思うかもしれないけど、油にはいくつかの、油ってね、なんか悪いものってイメージがありますけど、役割がちゃんとあるわけです。例えば、ホルモンを作り出す。生理活性物質とかって言いますけど、私たちの体を動かしたりだとか、例えば体温を上げましょうとかっていう命令が出たりだとか、まあ、落ち着いて眠くなりましょうっていう命令が出たりだとか、まあ、そういうのってホルモンから分泌されて、それで命令が出て私たちはそういう風になってくるんですけど、そのホルモンが分泌する、作る上で油がどうしても必要になってくる。はたまた、いわゆるこう細胞っていうのを作る上で、まあ、細胞膜とか、まあ、いろいろ構成していく上で油とかっていうのもある程度必要になってくるっていうことなんですね。だから、まあ、油は悪者だとかっていうのも、まあね、今の現代の油が悪者なだけで、まあ、普段の生活として、いいものであれば積極的に、まあ、DHA、EPA のね、青背の魚って私よく言ってますけど、まあ、そういうのは取るようにはしていただければと思います。今日のお話をまとめると、炎症出ないためにできる生活としては、まあ、いわゆる、食事ですね。もう一つが過度の運動とか炎症を起こさないね。まあ、例えばお風呂入るにしても、まあ、2、30分いいかもしれないけど、1時間、2時間長いね、すっごく暑いのにしてしまうと、やっぱそれはそれで問題ですよね。で、走るのにしても、まあ、30分とかだったらいいかもしれないけど、もう何時間も、走るっていうのはやっぱりあまり良くないってことです。一方で、食事としては、いい油を取って、悪い油を減らす。どちらかというとこっちの方が重要であって、まああんまりね、強調されるのはどうしてもいい油の方ばっかりになっちゃうので、悪い油を摂取を控えるということにちょっと注意していただければと思います。今日の動画が参考になったって場合は高評価ボタンとか押していただいたりとか、まあ、コメントとか励ましのコメントとかいただければ幸いです。よろしくお願いします。